1888年頃、二列右から内藤隆二、三橋勘一郎三橋勘一郎から1909年3月15日は、幕末、明治期の剣術家、第二本部徳会第一回精連章及び藩士、カニの三教の異名を取った二刀流の使い手、1906年、左から三橋勘一郎、徳能関志郎、内藤隆二、 三河国岡崎藩、東軍流指南役佐藤自太夫の子として生まれ、東軍流を学ぶ。18歳で、三橋家の養子となり、道家師藩、新宮や自兵に、武蔵流を学ぶ。21歳で鏡に明智流志学館に入門。1865年、25歳で、東軍流と武蔵流の免許を授けられる。岡崎藩の天才剣士と謳われ、藩主本田氏から、 たびたび少子を授与される。廃藩後、名古屋の激剣工業に参加。1880年、名古屋監獄に勤務。1883年、警視庁に任官し、激剣世話係を務める。1895年、第日本武徳会第1回武徳祭大演武会で、高山峰三郎に勝利。同会から青錬賞を授与される。1899年、 区内省御用係に展示、主伝領京都出張所で剣術を指南。第二本部徳会本部教授を兼任する。1903年、第二本部徳会から第一回の藩士号を授与される。1906年、渡辺登ら第一回の藩士と協議して第二本部徳会剣術型を制定。1909年、京都で死去。養子の三橋秀蔵は、 東京高等師範学校教授、静岡大学教授、岐阜大学名誉教授等を歴任した。ありがとうございます。